皆さんおはようございます。ブラスバンドのアリケーと水野と水木とピー君とトイです。今回の企画なんですけど、今回は私たちが学校公演などで演奏していたリトルマーメイドという曲があるんですけど、アンダーザシーリトルマーメイドで出てくるアンダーザシーですねアンダーザシーっていう曲が私結構好きで、であの曲ラッパだけでもできんじゃねって思ったんです。最近私宅録にハマってるというか、コロナの自粛中暇だったんで一人で撮ってみたら意外と良かったんです。全部5人の楽譜を吹くっていう。そうです。楽譜自体はこの5人の編成で、トランペット2本、トロンボーン1本、ホルン1本、チューバ1本の楽譜を全部トランペットで吹く。もちろん音域は無理があるんで、音域は適宜上に変えたり下に変えたりして出せる音域でやったんですけど、まずどんな感じになったかっていうのを聞いていただく前に、金管五重奏のリトルマーメイドを視聴者の皆さんに聞いていただきたいと思います。それではお聴きください。
まともにあるよね、やっぱり同じ楽器でやってる良さはあるかな、うん、私やっぱトランペットだから音が軽い、はっきりしてるから全部弾き取りやすい、しかも全部私なんで、まあ、アーキレーションでも全部揃いますよね音域はこれどうしてるんですか。音域はトランペットの楽譜はトランペットの楽そのまま吹いて、チューバの音域が上に行ったり下に行ったり結構してます。あー出ないかな。そう、出ない音はギリギリ出る音までは多分吹いてるんですけど、出ない音は急にオクターブ上がったり前後のつながりで上に上げたり下に下げたりはしてますけど、基本的にまあ順番になるようには取ったつもりです。ラパーピから聞くとどうなる。そうですね、アリペはこう短い音とかをすごくポップスでパッパッってやるんでしょ、うん、俺は割と長くなっちゃう。ニュアンスが全部綺麗に揃うとやっぱり綺麗だなって、俺も練習しようかなって。あ、じゃあヒープバージョンも。いやいや、重たいぞ、だいぶ102キロの思いが出ちゃうけど、大丈夫こうやって過重録音すると楽器の良さがすごい存分に出るなって思ったんで、次回の動画でそれぞれの楽器のバージョンを聴いてみたいなって思うんですけど、うん、面白そう。いいですか。もうこっち振られないと分かってるからね面白そう、やろうやろうじゃあそれでは皆さん期待して待っててください。また来週。ブラスバンクの土井です。9月27日19時半よりブラスバンク YouTube 生配信開催決定しました。今回の聞きどころですが、私としましてはぜひイヤホンやヘッドホンを用意してこのライブをお聞きいただきたいです。今回は YouTube ライブ配信でも良いサウンドでお届けできるようにマイク等々の機材を用意して配信しますので、ぜひぜひイヤホンやヘッドホンで私たちの生配信をお楽しみください。ではライブで会いましょう。